Why did never give up?これで3位。はい、わかりました。じゃあ2位は?いや、今ね、これ3位って言ったんですけどね。うん、結構思い出深すぎて、確かにこれ1位やったなって思いました。よし、じゃあもう1位やったら。じゃあ、じゃあ2位と3位は?2位と3位。うん、そうですね。まあトップ3っていう感じで。そうですね、うん。とりあえず1つ目。うん。あれ。うん。筑紫野行った時ですかね。うん。筑紫野のベレッサ。うん、いたじゃないですか。あ、はい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 。あれで、うん、あの、ああいうスーパーみたいな、スーパー、うん、ああいうところでモール的なね、そう、うん、するのって初めてやったんで、あれはもうすごかったね。楽しかったし、あの時は6人体制で行ったんですよね、うん、あれはすごかった。ステージがあって、うん、上からもう、ね、うん、お客さんがこう見れるようなステージになってて、ありましたね。一部と二部しましたね、うん。で、あれのね、アゲハチョウとかなんて、今、ね、YouTube、うん、かなりの再生、ね。そう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 、結構見られてる。あれは、あれはね、本当にね、なんだろう。まあ、あれは僕の中でも結構大きくて、まあ、なんでかっていうと地元だったので、うん、ずっと買い物に、今でも買い物に行ってる場所やし、あそこで仕事もしてた。そうそう。あそこで付き合ってる彼女もいた。うん、まあ、そんな思い出の場所で、しかも自分の名前をまじまじとバーンって出てね。あの時って、うん、ステップアップっていうか山本あそうっす、ね、っていう名前つもりではなかったんだけどね。でも作ってあったからもう山本さんがあれでしたね。まあそういう装置じゃなかったんだけどね。ちなみに7月15日です。そんなの覚えてんの？いやいやいや、俺はさすがにそれは覚えてないです。いや、あのですね、うん、俺まあ、今車違うんですけど、うん、CHR 買い替えたばっかりで、うん、言うなよナンバー、うん、ナンバー言います覚えてるんですよね。あ、覚えてます、うん、いやいや、そうか、すごい。あれでもその時ホーリーさん迎えて、あの直樹迎えた時ある。相当の乗り慣れてない車で狭い道を行って、そう、うーん、多分そんな時あったような気がするんね。違うかな。あ、でそのライブの時から、うん、その中村さんのあのクールキャラが崩壊し始めた、うん、あ、そうなの。あの崩壊し始めたのがそのなんかあったっけ。からやったっ、もう自分で言っていいそれ、うん、なんかあったっけ。あの時にですね、うん、まあ入って、うん、4ヶ月ぐらいか、うん、結構そう、なんかクールキャラとか言われてたんですけど、うん、もう、もう天然がバレたっていう。え、なんかあったっけな。それあのエレベーターはい、はい、荷物を運搬する、うん、あ、はい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 、機材、うん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 、その時に、うん、エレベーターのボタン、うん、下とか上を押すところを俺あの、うん、数字1回2回3回4回あこのボタンをなんか押せんのに押そうとしちゃったんですよ。今何回ですよのボタンを押していた。4回やけ4、うん、あでそれを後ろから見られて下と上のやつボタンを押したって、うん、後ろからクスクス笑われよったっけそれがまあぐっちゃんとホーリーさんなんですけど。なるほど。でぐっちゃんとホーリーさんたちはそのあその時に言わんで、うん、みんなが集まった時に言うんすよ。そっからいろいろバレましたよ。なるほど。そっからほころび始めた。なるほどね。今のキャラが出来上がったっていうわけ、うん、それがバレた後に、うん、お酒飲んだ時に、うん、お湯の水割りって言った伝説の芋のお湯割り。どっちか順番忘れたけど、芋の水割りって言おうとしたのをお湯の、あれヒデでもなんかそれフラって言ったの聞いたことあるもん。いや、なんかそれ一回いじられて多分頭に残っとったそういうやつと思いますよ、うん、人間いろんなタイプの人がいるわけで、本当あの全員が例えば俺と直樹タイプやったら成立しないんですよ。いや、ね、うるさい、うん、いろんな人がいてチームなんで、あのそういう意味ではちゃんと一角になってると思いますよ。うん、うん、だからもうこれでいいんですよ。そうそう、バランスが取れて、あの時のライブはすごく楽しかったですね。うん、いや、うん、暑かった気がする。地元のね親戚っていうか隣に住んでる人とか初めて俺の演奏を見たわけですよ。二十数年住んでるのに、いや、ひろみつくんってこんなの歌ってるんだけど目が点になってましたからね。ああ、いいな。なんかそれが嬉しかったよね。あの俺のやってることを見てもらえたみたいな。そうそうそう、同級生も来てくれました。
そうそうという、もう上見たらすごい人、ね、みんな勘違いしてなんか有名なやつが来たと思ってんだろうなみたいなね。エスカレーターでこう、うん、俺らを見ながら上がっていく人たちが、あれまたやりたいですね。やりてえ。いや楽しかった、ね。あのね、金さえは金とか言っちゃうけどこの言い方でもね、あの出れます。出れます。出れます。お金払ったら出れます。あ、そうそうそう。出れます。いいじゃん全然。やりたいんだったらあの話し合いましょう。出れます。出れます出れます。そうなんです。そうなんです。いいじゃないですか。うん。やりたいんだったらみんなが3000ずつぐらい払ったらできる。余裕や。そうそうそう。これは本当です。あ、そうなんですね。うん。なら私が掛け合いますんで、ぜひやりましょう。はい、面白い。これがじゃあ第2位。そうですね、はい、あ、じゃああと一つは、あと一つ、うん、まあいろいろとね、うん、なんだろうな、うん、いっぱいありますもんね、うん、結構しそう。やべやべ、ちょっとこの沈黙の時間が一番良くないですね。いや、いいよ、大丈夫大丈夫。どんな結構いっぱいやってますよ。いろんなの。あ、うん。いやでもなんかそんな衝撃強くないな。じゃあそれ4位としてちょっと言ってみてください。脳型の。うん、脳型。脳型。うん。行きましたね。あ、コンテスト。ドリームショット。はい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 、ドリームショットでしたっけ。ドリームショットやりましたやりました。あれで、うん、ね、2曲しましたね確か。やりましたやりました。ね、ネバーステップと、うん、あ、マイホームタウンとネバーステップ。そうね、あれしてる時に、うん、まあこうなんか照明がね結構すごくて、うんうん、まあ、準備する時間もあんまりなかったんですけどね、はいはい、その、うん、エントリーされてる方たちがこう、うん、何組もいたので、うんうん、だけもう時間、うん、したくなかったんですけど、うん、その中で、うん、マイホームタウンした後に MC 入るじゃないですか、うん、あの時に財布引っかかってた、うん、やっぱりそれを言うと俺の財布が落ちたやつやろ。あったね。そうね、直樹と2人でなんかコントみたいなことやりよったなっていうのを今思い出しましたね。でそっからネバーステップ入って、うん、今日TikTok のね撮影用でね、はい、ネバーステップ聞いたらめちゃくちゃ遅かったじゃないですか。あの時のドリームショットでしたネバーステップはクソ早かったんですよね。相当早かったんですよね、多分過去一ね、1.5 倍速ぐらい。だー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 、あの時すごくなってる動画ありますもんね。あるね。あの、とにかくテンポが早かったっていう。ああ、覚えてね。思い出しますね。なるほど、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 なるほど。でも、準グランプリっすよね、あれ。あ、準やったっけ？あれ、そうですね。あ、そうだ。確か、2人出たんですね、2組。そう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 。良平さんか。あの、何さん？背の高い。あ、なんかそう、あ、なんかそうだったね。うん、で、ね、はい、優勝した人はね、杉山みずきさんね。ありましたね。懐かしい。ああ。なんか最初に言ったのが印象強すぎてなんか。うん、まあね、あれは忘れてしまう。あれはでかかったね。うん。でも思い浮かばないですか。でももう全部。まあまあいろいろちょっと。